さあこちら、どっかで見たな。これね、ウェーブの24分の1、ウェーブの24分の1のスコープドックなんですけどね、なかなか安くなれへんな。なかなか安くなれへん。アマゾンではね、アマゾンでちなみに在庫が切れまして、アマゾン在庫切れて、定価9900円の税込みなんですけど、ほとんど値動きが変われへん。んで、小売店でも、ほとんど見なくなった。一番、どうやろう、最安っていうのがね、おそらくこれやねん。これでね、だいたい8000円ぐらいかな。税込み8000円。8000円かーって。なあ、8000円かーと思ったけど、税込みやったら、まあ買ってもいいかなと思って買いました、実は。あのね、こっち、ウェーブのね、スコープドックは9900円やねん。で、マックスファクトリーのストライクドックは8800円やねん。1000円高いねこっちの方が。んで、どうもやで、僕の推測だけやけど、やっぱりね、9000円になってく、1万円やな。1万円に手が届くと、ちょっとやっぱおいそれと買えへんのかなって、買われへんっていうの。1万円。あ、まあ、危ない。ほら、1万円ぐらいになってきたらね、ちょっとやっぱ買いにくいのかなって、まあ僕も買いにくいけどな。安くなるの待っててんけど、安くなるの待ってるうちに、安くなるの待ってるうちにやで、在庫が切れて、手に入れんかったら困るやん。んで、やっぱり、なんやろ、いいもの見てしまうと、ね、やっぱりね、これ、ウェーブのスコープドック見たら、やっぱ宝のキットだいぶ厳しいな。宝のキットも。膠着ポーズは僕いらんねんけどな。膠着ポーズはいらんねんけど、やっぱりいいキット見ると、ちょっとやっぱ手が出えへんかなっていうところが、これなんですよ。これ。まあ、8000円ぐらいやったらね。税込みで8000円やったら、まあ、およそ、2000円安いのか。やったらっていうことで、買いました。これちなみにね、アマゾンで、僕はね、アマゾンで予約して買った時はね、初めて出た時でね、確かね、8000何本やってん。アマゾンの初出が。で、そやな、中古の店で見ても、8000円以下ってないのにな。やっぱ9000円台に乗ってんねん、ずっと。で、マックスファクトリーの、マックスの24のストライクドック、マックスのね、ストライクドックはね、ちょっと安いねん。マックスの方がちょっと安いねん。ちょっと安いねん。おそらくね、イプシロンが乗ってないからやん、多分。コクピットにね、コクピットにイプシロンが乗ってないからやと思うね。マックスのストライクドックが安くなってしまう理由が、やっぱり中に乗せなな、イプシロンは。次も多分ね、どうやろうな。僕はブラッドサッカーはパスなんですよ。24のブラッドサッカーはパスすんねんけど、もうラークとか、昔のあの、今のウェーブやな。ラークのガレージキットとか、あるから、もう、ちょっと申し訳ないけども、24のストライク、ブラッドサッカーはパスすんねんけど、ドックは欲しいな。もうちょっと安くなったら。理想的なとこで言うたら、そうやな。だいたい5000円とか、6000円ぐらいやったら、この24ね、5000円か6000円ぐらいやったら、35よりも、な、35分の1よりか、やっぱりな、大きいしな、
自由度は聞く分だけやっぱこっちかなと思うんやけどな。うん、これスコープドッグ一応ね、これね、なんで追い足しで買ってんのかやねんな。もうすでに4個ぐらいあんねやんか。できたやつが1個とあと4個あんねんけど、なんで追い足ししたんかって言ったら、これにね、こっちの方にレッドショルダーカスタムやな、武器つけて宝の武器でこれをレッドショルダーカスタムにするか、ドッグキャリアやな、ウェーブから出た一瞬だけで燃え尽きたドッグキャリアをつけてみたいねん、これにっていう、そんなとこですか。もうちょっと安くなってほしいよな。